これからの時間は箕面で生き生きと活動する皆さんへお話を伺うコーナー、箕面これ一番です。さあ、今お電話を結んでお話を伺うという形にね、これ一番になっておりますけれども、今週は箕面トランポリン大使でもあり、オリンピックに2度出場されたこともある、広田遥さんとお電話を結んでおります。こんにちは。こんにちは、広田遥です。よろしくお願いいたします。今日は楽しみにしておりました。私も楽しみにしてました。本当ですか。広田遥さんのことは私もオリンピックでまさに7位入賞された時に見ていて、すごい綺麗にトランポリン高いところで飛んでっていうの印象にすごく残っていたので。ありがとうございます。はい、でその後も北京オリンピックにも、2大会連続でね出場を果たされまして、はい、で国内では高校2年生から全日本選手権で10連覇を達成しているという、この10連覇達成されたのって北京オリンピックの後なんですよね。そうですね、はい、北京オリンピック終わってから3年後に10連覇を、はい、北京オリンピックの時ってもう怪我を抱えての出場で、はいね、一時は引退もその後考えたなんていうこともお聞きしました。その後の10連覇ってやっぱりすごく意志が強い方なのかなと思いました。北京オリンピックで目標としていた順位を怪我のこともあったので、はい、達成することができなかったっていう思いがあったので、何か一つトランポリンを通して10連覇というものを達成してから引退して、うん、でセカンドライフというか第二の人生を、こう笑顔でスタート切れてたらいいなという思いで10連覇を目指しました。まさに広田遥さんといえば笑顔がとても素敵で、白い歯を見せて大きく笑う笑顔が、ね、とても印象的ですけれども、その引退された後はメディア出演や、はい、講演活動も活発にされてるんですね。はい、箕面の小学校にも講演させていただいたこともあります。その中でお伝えしていることっていつもの決まったテーマっていうのはあるんですか、はい、こういうことは伝えたい。そうですね、諦めずにやり抜く力っていうのをいつもテーマにさせていただいてるんですけど、はい、なんかもうちっちゃなことでも諦めずにコツコツと積み重ねていくことが大きな成功につながるよっていうことをお話しさせていただいてます。とても説得力がありますよね。で、トランポリン教室も箕面市内で、はい、そうなんです、されていると、はい、スカイアリーナの方で毎週土曜日に幼稚園の年長さんから小学生に向けて競技のトランポリンではないんですけれども、うん、レクリエーションのトランポリンとして皆さんに集まってやっていただいてます。トランポリンっていうと大体年長さんからという括りなので、はい、大体そのぐらいの年頃からやれるかなという感じですか。そうですね、年中さんでもやってもらったことあるんですけれども、うん、まだちょっと言葉が伝わらなかったりっていうことがあって、うんうん、危険のないようにっていうことで年長さんからということにさせていただいてます。うん、なるほどなるほど。はい、広田遥さんのようなあんな思いっきりジャンプしてみたいなああいうのではなくレクリエーションという括りで、はい、そうですね、ですね、はい、トランポリンのその動きがやっぱり、ね、子供の頃からやってもらうことで、うん、運動能力の向上にすごくつながるので、体幹が鍛えられそうですよね。はい、そうなんですよ。ね、そうなんです、そうなんです。なので、その箕面トランポリン教室に来ていただいて、そのままトランポリン選手にならなくても、いろいろ野球だったりサッカーだったり水泳だったりっていうところに必ずつながる能力が身につけられるので、はい、幼少期からやっぱりそういう、ね、運動を取り入れていただくっていうのはすごく大切なことなのかなと思ってます。なるほどなるほど。そして広田遥さん、箕面トランポリン大使でもいらっしゃるので、箕面市内であるイベントに、はい、行かれたりとかそういう機会もあったりですね、はいはい、参加させていただいてます。はい、そんな風に活発に活動されているんですが、はい、現在こういった状況なのでいろんなことがやっぱりストップしてますか。そうですね、そうです、オリンピックパラリンピックのイベント等はもうすべて中止になりましたので。そうですよね、そう、はい、広田遥さんは聖火ランナーに選ばれていたんですよね、箕面市内で走る。はい、ね、そこ振り返ると、はい、きっかけ
ってどういう経緯だったんですか、その聖火ランナー。あの大阪がルートになるっていうことと、あと箕面もねルートに入ったっていうことを聞いたので、あの私の方からあのその思いを、聖火ランナーさせていただきたい思いを、聖火ランナー募集していたので、ここから募集して、応募して、はい、あの元オリンピック選手の廣田遥さんが、ご自身が自らが熱い思いがありました。そうですか。はい、それで聖火ランナーになられたんですね。で、その後予定されているその日に向けての準備っていうのは進めていましたか？そうですね、いろいろ事務局の方からメールが来たりとかっていう形では進んでいたんですけれども、結構こう内密な感じで進んでいくような感じで、もう4月14日に走る予定だったんですけど、どこのコースを走るとかっていうのもまだ全然聞いていない状態だったので。そうですか。はい、特にここを走るトレーニングをするとかっていうのもできない状態では。これからという感じだったんですね、じゃあ。はい、そうなんです、これからという感じですね。延期を聞いた時はいかがでしたか？やっぱり残念でしたけど、でも、日本中世界中がやっぱり健康で、みんなが笑ってとか笑顔でオリンピックを迎えられる状態の中でやっぱり成果を運べる方がいいなという気持ちでした。そうですね、来年ということになりましたが、じゃあそこに向けて気持ちを持っていくという感じですかね。はい、はい、廣田さんご自身はその箕面がルーツというご出身としても箕面に長く住まれてるんですよね。はい、もうずっと箕面育ち箕面っ子です。今もですよね。だから今も、教えてもいらっしゃいますしね。じゃあ箕面の魅力というと、廣田遥さんが考える魅力というとどういうところでしょう？やっぱり自然が豊かなところだと思います。やっぱり山に癒されますし、現役時代も山にトレーニング行ったり、ちょっとこう気持ちとか体が疲れてる時は癒されに行ったり、箕面の山にたくさん助けられてきました。確かに、もう山を見るだけで、もう自然を見るだけで、はい、それだけで空気を吸うだけでっていうところはありますよね。あります。もう今まさにちょっともうバルコニーに出て箕面の山に向かって、もう深呼吸するだけでもちょっと変わるかもしれないですね。皆さんね、はい、本当に。で、現在聖火ランナーもそうですが、いろいろな活動がストップ状態だと思うんですが、廣田さんご自身もご自宅でリモートワークという感じですかね、今。はい、そのような状態です。はい、自粛ですね。そうですよね。で、その、今家にこもることが多い今だからこそできることっていうことで考えられたのが、廣田さんご自身ブログもされていて、そこにも情報が出ているんですが、お家でできるトランポリン動画というのを YouTube チャンネルで配信されているんですよね。はいはい、そうなんです。配信させていただいていて、やっぱりお子さんがね、休校そして春休みと長い休みが続く中で、お子さんも退屈ですし、お父さんお母さんもやっぱりずっと一緒にいるっていうことで、家族の時間を作れるっていうことではね、いいことなの、いいことというか、なのかもしれないんですけど、やっぱりどうしてもストレスが溜まってくる、運動不足になってくるっていうところで、何か私がやってきたことでお役に立てることはないかなということで始めさせていただきました。はい、ミニトランポリンプログラム動画、はい、これが10日間プログラムなんですよね。そうなんです。10日間、はい、1日10分10日間プログラムをやっていただくことで、はい、ミニトランポリンっていうものがそもそも運動能力向上、ストレス発散だったり、健康寿命促進だったりっていうところで、いろんな効果が実証されているものなの で、かつ楽しく手軽に始められるっていうことから、とっかかりやすい健康器具の一つなのかなと思っているので。いや、私もこの情報を見て、廣田遥さんの その YouTube チャンネルで10日間プログラム全部見たんですけど、はい、最初はもう簡単な動きからウォーミングアップから始まって、で動き自体も簡単な動きから始まっていて、で最後の10日目になると結構なかなかの
あの動きを要されるようなものもあったりして、で最初はそのあこれ子供にやらせたらいいなって、そういえば実家にミニトランポリンうちあったなと思って絶対子供はなんかこういきなりこうプロトレーニング的にこれやろうっていうのとは違って、トランポリンそこにあるからちょっと飛んでみてって遊び感覚で始められるのにまずいいですし、だそれで子供にやらせようと思って見てたんですが、最後の10日目な7日目8日目ぐらいからはあこれ大人にいいなって思ってきてそうなんですよ、はい、一緒にやろうと思いました、はい、そう一緒にやっていただきたいなと思ってます。はい、はい、あのそうなんです、あの、はい、ええ、お子様向けにっていうプログラムではあるんですけれども、ええ、親子でできるものっていうものも盛り込んでますし、うん、本当にお父さんお母さんのダイエットとかシェイプアップにもあのかなり効き目のある動きを取り入れてます、うん、あのトランポリン教室に通っているあのアミカちゃんと、はい、もう一人あの、はい、可愛い男の子が一丸くん ちょっと面白かったですけどねうちの次男と被るなと思いながら見てましたけども、登場してもらってそれをちょっと指導しつつ、あと、はい、広田遥さんご自身が実践されたりしながら、はい、もう結構考えられてますねプログラムが。短い時間10分という短い時間の中ですけど、で10日間の中にいろいろこういろんな部位を動かして鍛える、はい、いろんな要素が組み込まれてるんだなと思って。あ、そうなんです。そもそも、ね、この春にあのミニトランポリンエクササイズっていうものを YouTube であの配信していく予定だったんですけれども、はい、あのま、コロナの影響があったのでちょっと一足早くというか、うん、急遽急ぎで あの1日10分のものを撮影してお届けしたっていう形なんです、うんうん、なので1年くらいかけていろんなプログラムを今も手元にある状態作ってある状態なので。そうなんですね。そうなんです。なので今後1日10分10日プログラムはもう終わりましたけど、これからもあの配信は続けていきますので YouTube、はい、よかったら見て一緒にエクササイズやっていただきたいです。いや、あのお子さんにとってはなんか公園遊びみたいなケンケンパーで遊ぼうとか、はい、なんかちょっと遊び感覚を取り入れたりしているの で、はい、でちょっと真似っこでこれ、はい、あの、はい、当てクイズみたいな感じでね、当てっこジャンプとかもあったりして、はい、いやこれはぜひうちでもやってみよう、実家から持ち帰ろうと今心に決めているんですけど、ぜひぜひやってみてください、ね、うん、なんかもうそんな風にちょっとこう体もね心もリフレッシュする機会っていうのはやっぱり作っていかないと、まだちょっと続きそうな感じですからね、こういった状況が。そうなんですね。トランポリン飛ぶことで、あの、多分お子さんも笑顔になってくれると思うんですけど、うんうんうん、その、まあ、大人もなんですけどね、笑顔になることで免疫も上がるのかなと思ってますので。そうですね。はい。もう子供何回も見てました。あ、ありがとう。チャンネルもういいでしょっていうぐらいまで。ね、笑顔いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、もうこの後の配信も私もちょっと個人的に楽しみにしておりますが。あ、はい、あの、インスタグラムでも。あの告知させていただきますので、ひろたはるかであの探してみていただければと思います、はい、まあ、とにもかくにもこの、ね、状況がまず収まってほしいというところですけれども、今、はい、あのラジオを聞いてくれている長期休みを強いられている子どもたち、またあの箕面市民の皆さんにひろたはるかさんから何かメッセージあればお願いいたします。はい、あの、まあ、今コロナの影響で、まあ、できないことに目が行きがちですが、できることにちょっとこう目を向けて、できることを一つ一つ考えていけるように、私もですが、あのそういうふうにやっていって、このコロナを、まあ、日本中世界中で乗り越えていけたらいいなと思ってます。そうですね、もう心は前向きにですね。はい、わかりました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。箕面これ一番、箕面トランポリン大使の広田遥さんとお電話を結んでお話を伺いました。また YouTube でお会いしたいと思います。また、はい、もう直接もまた箕面ラジオにもお越しいただければと思いますので、ぜひお願いします、はい、お待ちしております、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。